どうもこんにちは、昭和生まれの皆様。今日はですね、これなんとなく昭和感が出てるアイスクリームでしょ。これを田舎スーパーで見つけたんでちょっと買ってみました。これなんか最近のね、まあアイスクリームの中では、まあなんかね、まあ、定番のパッケージという気もするんですが、なんとなくね、幼い頃に食べた昭和のアイスクリームを思い出したんですよね。で、ブランドは名東というとこです。ホームランバーとかを作ってる会社だったと思いますけども、どうなんでしょうかね。まあ、これにして73円だったかなと、だからこう100円を超えないアイスっていうのはなかなか探すのが難しくなったところで、この大きさでね、73円、なかなかお買い得なんじゃないかなと思います。ちなみにラクトアイスって書いてるでしょ。ラクトアイスってのは残念ながらアイスクリームの中でもちょっとランクがね低いんですよ。一番いいのは何ですかね、まあアイスクリームですか。アイスクリームっていうのがアイスクリームです。そして次がですね、アイスミルクっていうのが第2段階になるわけですよ。これは第3段階のラクトアイスということですよね。第4段階はなんとかかんとかっていうのがあったんですけど忘れました。ちょっとね、開けてみましょうか。はい、内蓋がなくって、ここのアイスをねこうやってほじくって食べるのが昭和生まれのやり方ということでございます。お、美味しい、すごい美味しい。やっぱ昭和アイスだわこれ。いただきます。こういったカップのアイスを食べるときに端っこから食べる派と真ん中から食べる派っていうのがいるんですよ。私の場合は端っこをねぐるーっと食べて内側に行って、そしてさらに外側を行ってって感じでやりますね。で、幼い頃はこのアイスクリームの入れ物をね洗って貯金箱にしたんですよ。懐かしいな。あの頃はまさかね、自分が50になってこんな不自由な世の中に投げ込まれると思わなかったですね。当たり前のようにお父さんお母さん子供が2人、海外旅行年に1回、アフターファイブはお家で夕食、同僚とは帰りに1杯どうかね、いいねとかね、帰りにどうこれ、これどうみたいなね、そんなね和やかなサラリーマン生活を思い浮かべていましたけども、今サラリーマンも気楽な家業ではないですよね。アイスクリームを食べるといろいろ思い出しますね。最近食べてますアイス。はい、あ、そういえば YouTube のメンバーシップってチャンネル登録1000人超えないとダメでしたっけ。美味しい。やっぱ返す返す思い出します、昭和の憧れっていうの。幼い頃はね、どんな小さな町にも夜店ってのがあったと思うんですよ。そこではね、輪投げがあったり射的があったり風船釣りがあったりね、カブトムシを売ってみたり飴玉、で大人たちはビールをねスターバーから飲んだり、いろいろありましたね。今はそんなんすっかりなくなって、コンビニの駐車場でカップラーメン食べたり、なんかね
こういう食べ方。うん。あと、スプーンもね、木のスプーンもらったでしょ。うん。エネルギー325キロカロリーか。メロンパンくらいですね。そういえば何年か前ね、木村屋のパンってやつをなんかいろんなお宅に送ったような気がしますね。懐かしいな。食品を送るって結構、勇気がいるんですけども、おいしい。食べ終わった。美味しかった。たまにはね、アイスクリームいいですね。早朝アイス。ただいま4月26日朝6時50分でございました。早朝アイス爽やか。それじゃあ皆さん、いってらっしゃい。